本日もご視聴ありがとうございます。テレビドラマ必殺仕事人でおなじみの三田村邦彦さん、実は殺し屋の役が嫌であり、必殺仕事人への出演を拒んでいたそうなんです。ここでは三田村邦彦さんの息子さんや現在の様子、元妻との修羅場についてまとめました。当チャンネルでは様々な芸能人の知られざるエピソードや物語をまとめて毎日紹介しています。チャンネル登録がお済みでない方は、動画右下の赤い登録ボタンをポチッとタップして、ぜひ登録をお願いいたします。三田村邦彦さんってどんな人？本名三田村邦彦さんは1953年10月22日生まれの新潟県新発田市出身で、日本で活動する俳優さんです。新潟県立新発田高校卒業後に予備校に通うと偽り、上京してからは看板屋で働きながら、劇団聖杯育成所を得て劇団聖杯に所属しました。アルバイトをしながらの下積み時代を送っていた三田村邦彦さんに、1979年、転機が訪れます。劇団の推薦により、限りなく透明に近いブルーで、めでたくデビューとなったのです。同年にドラマ、必殺シリーズに、飾り職人の秀役で出演し、一躍人気者になり、その後は、太陽に吠えろ、渡る世間は鬼ばかり、など大ヒット作に出演されています。また歌手活動も行っており、シングルやアルバムを多数リリースされています。デビュー曲は必殺仕事人の挿入歌である、今走れ、今生きるは知っている方も多いのではないでしょうか。そんな三田村邦彦さんですが、私生活では1980年にデビュー作で共演した女優の中山麻里さんと結婚されています。そして、私の体は日本酒でできていると公言するほどお酒が大好きなんだそうです。さすが酒どころの新潟県の出身だけありますね。飲むお酒は日本酒のほか、ビールや洋酒など、その時の気分に合わせて選び、毎日晩酌をされているんだとか。うまい酒は器でさらにうまくなる、と器にもこだわっており、おつまみも自分で作っているそうです。2021年に行われた兵庫県産日本酒の魅力を PR するキャンペーンでは、コロナの感染予防を唱えながら、夜のお酒の機会が増えてほしいですね、と語られていました。ごもっともです。三田村邦彦さん、元嫁と泥沼離婚？当時43歳だった三田村邦彦さんが、日本テレビで不倫の釈明会見を開きました。舞台で共演して親密になった高橋香織さん、当時21歳とのデートの一部始終がスクープされており、そのことに対する釈明会見でした。会見では、僕はプライベートは公開しないという考え。だから交際を認める、認めないを話すつもりはありません。と、毅然とした態度を貫き、その後もマスコミに追いかけ回されても対応することはありませんでした。三田村邦彦さんは、あくまでも食事をしただけと不倫を否定し、高橋香織さんの事務所も不倫を否定。中山麻里さんも無言を貫きました。が、しかし、三田村邦彦さんと高橋香織さんが翌朝に部屋から出てきたこと、夫を疑う中山麻里さんが尾行していたこと、
部屋に乗り込む姿などが明らかになりました。そして中山真理さんは2000万円の損害賠償を求めて高橋香織さんを訴えたのでした。また三田村邦彦さんに対しては自宅に1円も生活費を入れず、3人の息子が学校でいじめられて泣いていると訴えました。これに反論した三田村邦彦さんは1997年12月横浜家庭裁判所に離婚調停を申し出ます。その後も攻撃を続けてくる中山真理さんに切れた三田村邦彦さんは翌1998年8月洗いざらいを週刊誌に告白したのでした。そして1999年11月26日に離婚が成立。不倫が発覚してから泥沼裁判を経て離婚するまでに3年の月日がかかりました。結果的には慰謝料なし、養育費は三田村邦彦さん、親権は中山真理さん、不動産は三田村邦彦さんの所有で終わりました。親権に関しては長男と次男は三田村邦彦さんが持ち、三男は中山真理さんだったようですが、後に中山真理さんに移譲されています。離婚協議でもかなり揉め、三田村邦彦さんも当時は相当叩かれたそうで、結婚はもうこりごりなんだそうです。三田村邦彦さんの息子とは、元嫁である中山真理さんとの間には3人の息子がいらっしゃいます。長男は三田村俊さん、三男は中山真生さん、次男は一般人なため名前などは不明となっています。長男の三田村俊さん、1981年1月9日生まれと、三男の中山真生さん、1988年12月25日生まれの職業はお父さんと同じ俳優さんです。しかし長男の三田村俊さんは所属事務所サイトのプロフィール欄から名前が消えていることもあり、引退した可能性もあります。三男の中山真生さんは2004年から俳優として活躍し、舞台やドラマで三田村邦彦さんとの共演も果たしています。親子二人で舞台挨拶をした時にはお母さんの中山真理さんも見に来ていたそうで、鉢合わせにならないように必死で配慮していたんだとか。現在ではテレビドラマや映画に舞台、声優にも挑戦している中山真生さんですが、これからもぜひ注目して応援していきたいですね。三田村邦彦さんは今何してる？三田村邦彦さんの出演作は2011年頃を境にかなり少なくなっているようです。現在は2009年にスタートした関西ローカルの旅番組大人旅歩き旅にレギュラー出演中ですが、他にはあまり出られていません。大人旅歩き旅は三田村邦彦さんがコンシェルジュとなり、ゲストや女性レポーターとともに旅を楽しむ番組で、お元気な姿を拝見することができます。三田村邦彦さんの飾り気のないトークは関西の人たちにも大好評のようで、人気ある番組でもあります。また自身でも番組を通して様々な方とつながることができ、大切に番組作りをしていきたいと語られています。素の三田村邦彦さんの様子が見れるので楽しいこと間違いなしです。またプライベートの方では2010年5月16日に26歳年下の
京都でテレビ番組のスタッフをされていた方と再婚されています。三田村邦彦さんは新しい奥さんのことを、カズユーコさんに似た感じの和風美人とコメントしています。結婚はもうこりごりとおっしゃっていましたが、けじめをつけないとと思ったのが大きいですねと結婚に至った理由を語っています。5年間の交際と1年の同棲を得てからの再婚だったようで、慎重に愛を育まれ無事に実らせることができたんですね。そして再婚から約5年後の2015年3月19日に娘が誕生しており、三田村邦彦さんにとっては4人目となりますが、初の女の子を授かっています。三田村邦彦さんはとても娘のことを溺愛しており、教育テレビのお母さんと一緒やピタゴラスイッチも一緒に見ているんだとか。また娘が20歳になるまでは元気でいたいと思い、健康面でいろいろ気を使っているそうです。素敵なパパですね。愛する家族のために少しでも長く一緒にいたいと思い、お仕事の方をセーブされているのかもしれませんね。健康には人一倍気を使っている三田村邦彦さんですから、まだまだこれからのご活躍に期待できそうです。三田村邦彦さんの気になる話題についてまとめてみました。今後も三田村邦彦さんの活躍を応援していきましょう。皆さんはどう思われましたか？感想をぜひコメント欄に書き込んでください。これからも世間ではなかなか知られていない芸能人のエピソードや物語を投稿してまいりますので、見逃さないようぜひチャンネル登録をお願いします。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。